はい、ということで、やっと久々に釣れました、一匹。あのね、30センチギリないかな。29センチぐらいですね。まあ、なんとか釣れましたよ。魚は、まあ、冷たいかな。暖かくはないです。やっと釣れたね。なんか練り餌の方がいいのかな。今、オキアミ結構メインで使ってるんですけど、なんかあんま反応がないというか、オキアミ取られるんですよ。よくわかんないけど。練り餌の方がなんかチヌっぽい当たりが多いのかなっていう。チヌかどうかも分かりづらいんだけどね、正直。今、潮もちょっとこう、その切れ端の間っていうのかな。ここね。この切れ端の間の方にこう、ちょっと沖に流れていくような潮になって、なんか釣りにくくなったのよ。それからずっと釣れてないっていうのが、まあ、正解かなっていう感じです。とりあえず一匹釣れて、まあ、なんとか、うん、なるほどと。こう流せばちょっといいのかなっていう、まあ、ちょっとヒントが分かったのかなと、はい、いった感じですね。まあ、ちょっとちっちゃいね。ここでこんなちっちゃかったかな。もうちょっとこう、大きいチヌがいるようなイメージだったんですけど。なかなかね、あの、ほんとね、もうずっと変わんないんだけど、あの、とろろ昆布みたいなのがね、マジですごいのよ。もうこれ、わかる？毎回これね、毎回これ。毎回ずーっとついてくるから、もうほぼ 100% でこれを剥がしてるっていう。で、まあ、今ちょっとね、上潮の流れが少しね、ゆっくりになったんで、まだいいんだけど、上潮の流れがめっちゃ早い時は、やっぱどうしても沈めなきゃいけないじゃないですか。で、そこじゃ動いてないのよ。動いてないから、まあ、道と浮かせたら一番早いかもしれないけど、道と浮かせてると、その、風もやっぱこう吹いてるから、その、浮かせてたらそのままね、潮もこっちに流れてる、上潮もこっちだと、もう、右がバーンって一気に取られるじゃないですか。沈めた方がまだマシって感じ。で、沈めてったら、なんていうのかな、やっぱ浮きはね、ほぼ、沈めたところが変えてきてるのね。まあ、今潮変わったから、このね、沖に流れる潮になったから多少、こう、状況は変わってはきたんだけど、とはいえ、厳しいっていうか、まあ、坊主ではないかな。でも今の30センチないからね。30センチはやっぱ今こう、ちょっと沖に流れてるから、引きが、お、これは35ぐらいあるかなと思ったら、全然違いましたね。はい。頑張りましょう。暗くなるまで頑張りましょう。はい、ということで、やっと来ました、ドドンと。サイズ的には41センチぐらいです。41センチぐらい。いや、嬉しい。来たね。うん。待ってたかいありましたよ。やっぱこの価値ある一匹というかね、最近になってやっぱ4畳場で釣ってないよね。
ってない気がする、うん、だから相当嬉しい。まあちょっとね、まあ、痩せてるかな、少し痩せてるかなって感じ。激痩せとかじゃなくて、まあちょっとこうお腹もねぽっこりしてるんで、まあ激痩せではないのはわかると思うんですけど、まあいい感じの魚体かな、うん、地付き系かな、なんかこう色を見るとね、はい、まあそんな感じです。やったまあこうやって見るとちょっとね縦幅はあるんで、まあいい魚体ですね。よく引いてくれました。はい、よし、逃がしましょう。とりあえず、いや来ましたね、なんとか1匹40センチ、30を超えるかどうかも心配だったのに、なんと来てくれたのは40センチですよ。いや嬉しい。あれぐらいのやっぱ引きがあると、こうやっぱこうチヌの重みがグッ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 とこう乗っかって、なんかいい感じにね引いてくれたかなと。やっとねまともなチヌが釣れたかなと。今ね、あの釣れた一頭って、あのね、なんて言うんだろう、もう潮が変わったんですよ、いきなり。さっき流れてって言ったじゃないですか、あの切れたところにね。でもその流れたのバッと止まったんですよ。であれみたいな、全然流れなくなったなーの次の一頭だったかな、同じとこ狙って。で結構もうあのこのガンダムね、 G4 のガンダムをこの辺につけてるんですよ。で同じとこ、ずっと同じとこです。底上多分流れてないのよ、ずっとね。最近ねこうやって作ったこのオキアミね、これを、つけました。ノーマルかな今のは。で食いましたね今の。だからまあいい感じにね、このユーマ爪釣れれば嬉しいんですけどねただなんか竿を負荷がかかって巻くと、なんかねキーってすごい音になるから、なんだろうね、まあ、とりあえず頑張ります。はい、ということで久々に釣れました。30センチないかなないかなっていう感じです。20、いや分からんな、ギリギリあるかもしれないぐらいですね。はい、リリース全然釣れないからさ、あの普通に携帯触ってたら竿先がシュッシュッシュッって言ってたからさっと直して合わせましたけど、あのちょっと潮がねほとんど動かない。上も下もね。今、すごくいい。ほとんどって感じね。全くじゃない。だから手前が急にこう、左に流れたりとか、するぐらいで、まあ、超流しやすくなった。で、変な藻も、かなり消えたんですよ。8割減ぐらい。最初あった時に比べると、8割減ぐらいになりました。だから、すごいね、今、流しやすいです。しかし、現在時刻が6時15分ということで、まああと1時間頑張ってできるかなと。で、このままね、ポツポツでも釣れてくれればまだいいんですけどね、なかなかこう、ね、釣れてくれないというか、難しいじゃないですか、釣りって。運が良ければ2桁いく？これ。何枚今釣ったんだろう。6枚か7枚ぐらいだよね、多分。大きさ、サイズ問わずっていう話で言うと。まあ楽しめると言えば楽しめるじゃないですか。もうちょっとサイズが、アベにせめて30超えてほしいなってあるけど、まああと1時間弱ぐらい、ちょっと何匹釣れるかわかんないですけども、まあとりあえずギリギリまでやって、頑張りたいと思います。
はい、もう言うまずめの一発って感じで、36、7センチぐらい釣れました。釣れるね、言うまずめの男だわ、やっぱり。はい、というわけで、とりあえずリリーしましょうか。あれぐらいのサイズが釣れたらいいんですけどね。あの、オキアミをた流してると、オキアミ食わないんだよね。全部練り餌。さっきのも練り餌かな。なんかね、オキアミだと全然反応がなくて、今またオキアミで流して、で、練り餌つけたら一発目でした。マルキューの食いしぶりイエローかな。一発だったね。なんだろうね。オキアミの方が反応がありそうだけど、ないというか、なんか、こう、食い気が違うというのが、もうちょっとわかんないですけど、はい、まあとりあえず時間ないんで頑張ります。あー、映ってない。あー、おるか。あれ見える、これ。あー、もうボケてる。これズームがいっぱいだしピント合わないし。うわー、あのね、何映したかったかっていうと、アオリイカの多分ね、余裕でキロオーバーみたいなのが泳いでんのよ。長さ的には全部で1メートルぐらいあった。あの、一番上から一番下で1メートルぐらいあったんで、多分1キロは余裕で超えてるサイズのアオリカが2回ぐらい通ったのよ。だから気になって動画を回そうとしたら、1回目はもう右にスーって行ったのよ。で、多分それが帰ってきたんだろうね。それが僕はスーって戻ってきたから、映したんだけど間に合いませんでしたと、はい、いった感じです。で、今時刻が18時50何分とか、50分ぐらいだったかな、うん、っていう感じですね。18時53分です。だからまあ、ぼちぼちとね、片付けて、っていう感じですかね。あれからね、全然釣れないです。全然。うん。なんか偉い仕掛けが手前に来てんだけど。あ、流れが強くなったからか。うん、相当手前来てたわ。今、手前の潮が、今度は、下げの潮なのかな、もう下げてんのかな、わかんないけど。なんかね、ぐわーっと手前がね、左に流れて、結構遠投したんだけど、相当手前に乗ってたわ。今、ちょっとしたあれじゃないの。もしくはなんか食って手前に走った可能性もなくはないけど。うん、っていう感じですね。はい。というわけで、まあ、あと何投かして、やりたいと思います。今言いたかったのは、アオリイカのめちゃくちゃでかいやつがいたっていう感じです。はい、ということで、今ね、最後の一投をしたところで終了でございます。最後はね、ちょっともうピントが出ないか、なんとかピント合います、合ってます。ここもうちょっと分かりづらいと思うんですけど、ちょっとフグにね、カミカミされた後、分かります？もうこれでもう巻き直さなきゃいけないですか、結び直しかになるので、もうやめようと思います。今時刻は19時5分です。まあ今日もね、久々ながらね、チヌ釣れて楽しかったです。いや、本当はもっといっぱい釣りたいんだけどね、うん、なか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 ね、うまいこといかずというか、そんな感じで、まあとりあえず、まあ今日チヌ釣れましたから、まあいい一日だったかなと。まあ来た時はね、メイタがめっちゃ釣れたんですけど、その後なかなかね、続かずだったですね。なんかね、あの塩がね、あの変な、なんていうのかな、とろろ昆布みたいのに、やられましたね。まああれを耐えたからこそ、なんとかね、35センチが1匹と40センチが1匹かな、が釣ることができたんで、まあ良かったかなと思います。まあ、ここまで来てね、やっぱあの、こんまいというか、ちっちゃいメイタだけだとちょっと悲しいんで、まあ、それが釣れただけでね、まあ、自分的には、いい釣り日和になったかなと思います。はい、ということで、ちょっと電池がずっと点滅してるんで、終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。